ピーシャンジンロムロムスタジアム39枠目。わっしょい。はい、よしべさん、黒金さん、三年恵組、トンパチ先生さん、倉掃除さん、農協牛乳さん、いらっしゃい。今日のゲームは、あなたのチームは誰？はい、してる。そろそろパリーグとの一戦かな。オーダーを決めてね。あ、パリーグだ、オリエントなんでね、ロッテとの一戦。秋崎一番でいいよね。2番は若手です。ヨッシーさん、いらっしゃい。農協牛乳さん、黒金さん、ありです。この辺、下位打線が全然あるんだね。アワヒーロー一緒に久々に使ってる。あ、DH だ。パリーグだから。パリーグとやるときは DH なんだ。より。こっちの楽観測は10分差で。12個目されて。あ、大股、大股。大股。はい、14個目されちゃう。よし、4戦4、なんか体調打ってるけどな。よし、行こう。今日どうしようか。ハスカレしよう、ハスカレ。ピッチャーハスカレね。わこシエルさんでしょ。川崎フライボール。ワコプです。レッツゴー。高さいですね。村長だ。特にマサカリ投稿じゃないな。ダランダ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 ン。カキサキなあ。でワコプです。野球の時間だ。アランプロスさんにしちゃう。なし、広瀬あんまり足が速くなかった。意外と足は速くない、手が速い。でででてん。はい、いらっしゃい。アウト。27個目さん、いらっしゃい。とってもとっても大好きよ。クローブですね。とっても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 大好きよ。バーソさん、いらっしゃい。あの頃可愛かったですよね、確かにね。でっ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 。アウト。ハネイキューループ取っても、うん、でっでっでん。レッツゴー。ホームラン打ってほしいですね。ホームラン打てるというと班長かな。班長4割の3本打てる。チームの三冠王。アウト。うわー、ショートライナー当たりよかった。ねえ、班長対村長。さあ、明るい安村さん。でも元ネタ不明の班長。番長、番長あの番長、横浜の番長から来てるんですか。よし、よく見た。オッケー。
安村さん走れる。ちょっと今いいな。赤と大門さんでしょ。お、もう疲れてきた。よしよしよし。どうだどうだどうだ。アウト。取られた。いくら足が速いな。おお、よしよしよし。広島、マジでヘバでる。ああ、アウト。みんな言いますよね。でででけん。あ、デースはディアズかな。アウト。あ、しまった、サードだった。ショートは自動ベースカバーに。あ、アウト、危ねえ。まだいらっす。あ、なんかやった。ラッキー。オン。うん、ちょっとギリギリ間に合うのか。ちょっとスタートが悪かった。ゴー。ダメかな。ダメっぽいな。スローボールならまだいけるか。いけるんじゃないこれは。オッケー。いや、いったかなこれは。かきさき。イエーイ。先生の一撃。先生の一撃。東映さんでしょ。パキパキパキ。レッツゴー。かきさき、これはステーキ食べれた世界線の。オッケー。かきさき。予算型カキザキ。あや、わあ、164キロ。な、山から4本打ってるね。班長まだ3本だ。班長アー、ダメか。デデデデン。オッケー。アウト。オッケー。
か。センター、ナイスプレイ。オッケー、レッツゴこれしょうがない。もうあだで返す。釘ほうじ茶さんありがとうございます。いくら先生、アウト、うん、やっと壊れそうだね。オライアウト、アウト、サードライダー、オッケー、アウト、サードちょっと補給をもうちょい上げとこう。オッケー、レッツゴー、アウト、おっと、また柿崎、そしてこれ伸びがない、アウト、最初の頃に比べてだいぶ頼もしくなりましたね。頼もしいですね、おね選手が。で、だんだんとね、完了したんですか？まだ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 、もうちょいね、もうちょい鍛えないといけない。アウト、落ちなかった今。ワンバンしたように見えたけど。ちょっとこたま投手ね、打たれるからね、あんまり出せないよね、こたま投手ちょっと。防御率が6点台だからね、こたまなんかすぐ打たれるんだよね。同じ外角オンリーのピッチングだ。おっと、マジで恋する、あー惜しい。あー、ちょっと伸びがないかどうか、あーダメか、伸びがなかった。おばちゃんは誘惑に弱いからすぐ引っかかりますからね。引っかかっちゃうな。
なあ。お、いたか。ちょっと高く上がりすぎたか。どうだ。班長いた。オッケー。班長4号ホームラン。さすが班長。パチパチパチ。班長。あれです。伸びた。ピッチャー変えないでね。ピッチャー変えないでね。レッツゴー。No. でででで。滞空時間長すぎ。滞空時間長かったね。ように。おい。おや。サードの方もそんなに悪くなかったのに。ピッチャーの方が悪い。アウト。オッケー。あ、やばいでーす。ホームラン。うわー、上は行った。ちょっとハスカレが捕まり始めた。次だんだん出す気もあるっけ。アウト。オッケー。あ、そうだ、 DH だね。じゃあ安心して帰られるわ。打席関係ないわ。そうだそうだ、パリーグとパリーグとだったら DH なんだ。レッツゴー。お、大技、大技で返す。来ました、大技、初オーバー、場外。ピッチャー変えないでね。ピッチャー変えないでね。オッケー。これ大きい、1点差に詰められた。 DH は指名打者ですね。指名打者は、いや、大谷選手が指名打者ね。守らなくていいんです。守らなくて打つせんよ。まあ、大谷選手ピッチャーも やりますけど、ピッチャーで DH だけど、普通は DH はね、打つだけです。アウト。なるほど。パリーグは、まあ、日本だとね、アメリカは今もう両方採用になってるけど、日本はパリーグが DH。ピッチャーの枠の指名打者は同じシステムですね。そうなんですよね。そうなんですよね。本来、ピッチャー変わったら DH も DH でできないけど、大谷さんにね、大谷ルールで、大谷さんの独自ルールでできるようになったからね。大谷はすごいよね。だからね、ルールも作ったからね、新しくね。ピッチャー降板しても DH でそのまま出場できるってね。それで頑張りすぎちゃったんだな。大谷ルールですから。すごいよ。ゲストさんあれです。ピッチャーもホームランを出したくわたという人もいたと聞いて。よし。ハスカレ5台、はい、63個目線でしょ。おまり行こうか。おい、おい、なん
かオマリーとコタも引っかかんないんだよね。コンピューターが 見ちゃうんだよね。アウト。オッケー。まさかまあセーブでしたがね、めったにバッターボックスね、なりませんでしたからね。交流戦とかじゃないですね。でもバッティングは多分良かったんじゃないですかね。いいっていう話でしたよね。あまり見たことなかったけど。よくパリーグのピッチャーは普段ね全然バッターボックス立たないけど、交流戦になって立った時にね初打席でホームラン打ったとかありますよね、結構ね。全然バッティング練習ほとんどしてないのにねホームラン打ったりとかね。わかんないですよね。なんかやる、まああの時はでも打てませんでしたよね。巨人に4立てかなんか、4立てくらったしね。先惜しい、惜しい。どうぞ。もう一、二点欲しいね。手が出た。レッツゴー。あ、ノーレッツゴーだ。相手の攻撃だから。アウト。手が出るぜ。手が出るぜ。絵が出るね。森さんが一番高いでしょ。アウト。オッケー。アウト。オッケー。でででで。久しぶり。班長なんかまだ4割打ってる。おい、おい、大谷君と藤井君といすごいですよね。ねえすごい。おい、藤井君、おい、藤井君がちょっとわかんない。班長どうだ。ナイス。どれでいこう。ああ、将棋のね。野球で藤井君って今 いたっけと思ってた。同い年でしたね。アウト。オッケー、まあ、だんだん遅れたからいい。先ほどホームランの尾形。よし、転がした。ナイス、大型。この1点はでかい。さらに打った大型は、セカンドへ。森さんが1番さんがありです。はい。いくらに代打だそう。ちょっと、青ヒーロー。我々の青ヒーロー。そろそろヒット打とうよ。青ヒーロー旗だ。おっと、あーすまん、ここでピッチャー変えられた。ついてないね、青いヒーロー。青いヒーローついてない。
まあそれでもバットに当たった。当たったけどついてないよヒーロー。さすがピッチャー変わった直後は取れないな。あぶねえ、僕だって。うわー、これはしょうがない。遅い球だ。よし、でででで。オーケー。オッケー。スーナーさんやっちゃい。オッケー。危ねえ。よし。ゲームセット。オッケー。はいです、今日も快勝、勝利。オリエンタルに勝ったぞ。オリエンタルズに勝ったぞ。パチパチパチ、あれです、パチパチパチ、あれです。打力はみんなマックスになってるから、打率かな、打率をみんな上げて、パチパチパチ、あれです。パチパチパチ、であとキャッチングね、キャッチングをどうしようか。キャッチングアップでちょっと切っちゃうね。よし、あと足がハンチョと柿崎はマックスなんだよね。2番の広瀬もちょっと大丈夫と思うよ。手足で痛んで残っちゃったよ、よし、ここだ。あ、肩も許した方がいいかな。いや、スーナさんがあれです。動画タイム楽しいね。打力はみんなマックスなんだ。山川もだって打率だけ出てる。両マックス。お、ぴったり。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジンロムロムスタジアムは毎週金曜日やってまーす。また来週。オツでした。オツ。オツでした。オツでした。オツでした。オツつ。オツでした。オツでした。はい、ありがとうございました。オツつ。おやすみスタジアム、はい、オンでした、オンでした、おやすみなさい、はい、いい音楽を聴きながらお別れです。おやすみなさい。オフでした、はい、オフでした。